NTT ドコモ NTT ドコモの主な携帯電話端末納入メーカー NTT ドコモの主な携帯電話端末納入メーカーでは NTT ドコモの主な携帯電話端末納入メーカーについて詳細に説明する現在は以下の10社から納入するフォーマ端末例 F903i 富士通製2006年略称 F2007 年までの製品の箱の色は黄色 アナログ時代の自動車電話から参画し、楽ラ々クラク、本シリーズキッズ形態等の個性的な端末や、GPS、指紋認証、UKL、Bluetooth など、最新技術の導入にも、積極的。今までにも、ドコモ発のカラー液晶、ワオンダウンロード対応機種、iApply アア対応機種など、新機能搭載の先陣を切ってきた。主に機能面を重視する人やパソコンとデータを、 シンクロできるためにビジネスマンに人気がある。実質ドコモのみの供給であるにもかかわらず、2008年上半期時点でシェアは4位と比較的好調である。最近では音楽再生など若者を対象としたマルチメディア化も進められている。OS を共有している D シリーズと同様に2005年11月発売の f 9 0 2 i から、 漢字変換システムにジャストシステムの ATOC を採用している。フォーマにおいては途中から切り替えを余儀なくされた他社とは異なり、音声端末としての1号機 F2051 より一貫してシンビアン OS を採用している。2006年6月には Windows メディアオーディオ形式の音楽ファイル再生やデジタル著作権管理技術に対応していることなどにより、 ナップスター等の有料音楽配信サイトが使える F900 ニーズを発売した。また GPS、チャクーフルにも対応した F903i も2006年11月14日に発売した。さらに2007年2月20日に富士通端末初のハイスピード端末の F903iX ハイスピードを発売した。F903i。 F903iX ハイスピードは携帯電話で初めて画面を左右に回転させて様々な機能を開くことができる横モーション携帯である。2007年に発表された F904i では横モーションを 903i から少し改良しサイクロイドスタイルのような動き方をする。またこの製品は同社発のワンセグ対応端末で3.1型の フルワイド液晶でワンセグを視聴することができる。F905i では、ディスプレイが3.2型のフルワイド VGA 液晶となり、高精細な表示が可能になっている。なお、2010年に、東芝の携帯端末事業を統合した、富士通東芝モバイルコミュニケーションズが発足したが、どこも向け富士通ブランド製品に関しては富士通。 東芝に製造受託という形で行い、発売に関しては従来通り、富士通本社の事業となった。富士通は携帯電話の製造の他に、基地局用の関連機器の製造や、充電器など、アクセサリー製造も行われている。オプティマスブライト L-07C 略称、L2007 年までの製品の箱の色は、赤色。2005年6月、フォーマ端末を、 NTT ドコモと共同開発することで、基本合意。2006年4月14日、フォーマの新シリーズ、シンプレ・エル発売で、日本市場へ初参入。2006年11月17日には、シン・ピュアル1を発売した。そして2007年6月29日には、ゲームボーイ・アドバンスなどを手掛けた、フランス人、プロダクトデザイナー、グエナエル・ニコラがデザインした。 新ピュアル2を発売。美しさと使いやすさが融合したデザインとなっている。また、2007年7月4日に発表された、704i シリーズとして、世界で1000万台を超える大ヒット商品である、チョコレートの日本市場向けカスタマイズモデルとなる L704i を発表し、本格的にフォーマに参入した。70X シリーズとして、 初めて高速通信の HSDPA に対応している。また、2008年2月には国際ローミングに対応したベーシックモデル L705i が日本国外で発売されている。社員の日本市場向けカスタマイズモデル L705iX が2008年3月8日に発売された。この機種はドコモで初めて 7.2Mbps の HSDPA に対応している。 2008年6月には、すでに前年に、日本国外向けに発売している、高級ファッションブランドのプラダとのコラボレーション端末系850を、ドコモ向けにカスタマイズした L850 に合いを、発売した。2010年12月には、次世代の携帯電話技術の一つである、ロングタームエボリューションのドコモ版サービス、クシーのサービス開始に合わせ、 同サービスに対応する、初の端末として L-0 に C を投入するなど、次世代技術の開発にも、積極的である。2015年10月には、Android スマートフォンのフラッグシップ端末である、Nexus 5X を投入し、iPhone 6S に対抗する形で、プレミアム 4G に Android 端末で、初めて対応した。略称、N 及び、 CA2007 年までの製品の箱の色は、緑色。ムーバ端末、N502it NEC 製2000年アナログ時代の自動車電話から参画し、日本における折りたたみ型端末のパイオニア。折りたたみを普及させた機種は TZ-820、TZ-821 型のデジタルムーバ N と N207SN502IN502it である。 デザインに関してはやや保守的な面があるが、固定ファンが多い。N504i 頃から、サブディスプレイの大型化や、カメラモジュールの関係でアンテナを、キー側に取り付けるメーカーが多くなったが、N211i と N506i 以外の折りたたみ、式ムーバでは一貫して、アンテナを、ディスプレイ側に取り付けていた。今や折りたたみで有名になった感じの同社だが、かつては、 ストレート端末に力を入れていた時期もあった。1997年4月発売の N203 では世界最軽量のザオ P から奪い当時はまだ珍しいパールホワイトのカラーを採用し女性を中心にヒットを出したこともある。フォーマではデュアルモードサービス対応の N2701 以外はアンテナが内蔵式である。以前から操作性が独特で 他のメーカーに変えることを引き止める要因となっていたが、最近ではパナソニックも同じ OS を採用しているために、やや解消されている。N900IL と N901IC 以降のフォーマ端末は、l i n u x を採用している。フォーマ端末、N2051NEC 製2003年最近の同社の製品の特徴は、N2051 以降のフォーマに、 ニューロポインターというポインティングデバイスを採用していることである。ニューロポインターは画面上でパソコンのマウスのようにカーソルをあらゆる方向に動かせるのが特徴。決定ボタンの役割も兼ねている。操作性には好き嫌いが分かれるが、フルブラウザ搭載の n 9 0 1 e ではその操作感覚がパソコンのブラウザ使用時に近く。 画面スクロールもかなり高速でできることから、その効果を発揮している。そして、デザインにも力を入れる製品が増えてきたのもフォーマー、以降の同社製品の傾向である。N900i では、アークラインという横から見ると、弓のような、なだらかなラインを描いたデザインにした。現在は、N900 にズ、N9003i などで、アークラインの進化版とも言えるリンクフェイスデザインという、 スタイルを持つ N701i では着せ替えパネルを起用している。また2007年はデザインの年と位置づけており、2007年4月23日に発表された N904i はイタリア人有名デザイナーのステファノ・ジョバンノーニとのデザインコラボレーションモデルとなっていて、2つのボックスを組み合わせたようなデザインを採用し、外側と内側のカラーが違う。 ベーシックかつグラフィカルなデザインである。内蔵コンテンツも、彼のデザインしたアレッセのマジックバニーなど、遊び心あふれるコンテンツを搭載している。またこの端末は、イタリアのデザイン展示会ミラノサローネに、ドコモ、NEC、ステファノの3社の提携で出展している。また、カメラ機能は従来はそれほど強くなかったが、N900 には携帯電話のカメラとしては、 初の静止が手ぶれ補正機能を搭載した。N900 ニーズで、スーパーデジタル手ぶれ補正、N903i で、ウルトラデジタル手ぶれ補正と称し、多数の軸による手ブレを軽減した。またピクトマジックを採用し、被写体を綺麗に撮影できる、自動補正機能、色かぶり補正などにも対応している。パナソニックと協業していることから、 撮像素子にニューメイクバイコンを搭載している機種もある。文字入力に関しては、基本的には自社開発の変換システムとテジックコミュニケーションズが開発した TQ を採用し、N900 にいずからは新しい変換システム、マジックエンジンを採用している。しかし2006年4月25日に発売された N600i のみにジャストシステムの a t o k を採用した。 2006年にパナソニックと合弁で開発会社アドコアテックを呼び s t m モを設立通信プラットフォームやミドルウェアなどを皮切りに共通開発を始めている。Linux ベースの携帯電話プラットフォーム開発を推進するリモファンデーションの加盟者数が50社を超えるなど協業の範囲が広がってきたことを受け s t m モは2008年秋に生産されたが アドコアテックについては、今後も活動を継続するとしている。2006年には、日本初の3、5G の HSDPA 対応モデル、n 9 0に i x ハイスピードを納入した。また、N903I からは、ドコモの中で、いち早く VGA 液晶を積んでいて、N904I では3型のホブが液晶を実現した。2007年に発売された。 N703iμ は厚さが 11.4mm で P703iμ と並んで WCDMA 方式の折りたたみ式端末で販売当初サイウスだった。また2008年2月発売の N705iμ では P705iμ と共に WCDMA 方式の折りたたみ式端末で世界サイウスの厚さ 9.8mm となった。 2010年5月に、これまでの日本電機の携帯電話事業を紹介した、新会社、NEC カシオモバイルコミュニケーションズが設立され、翌6月には、カシオ日立モバイルコミュニケーションズを、吸収合併し、再スタートを切った。当初はドコモ向けには引き続き NEC ブランドの端末をリリースしていたが、2011年夏モデルで、初めてとなる。 カシオブランドの端末、エクシリム携帯 c a 0 h c がリリースされた。その他の NEC グループは、NEC 本体では、メリアスシリーズタブレットの販売を行っており、NEC アクセステクニカは、ホーム Wi-Fi サービスに対応する Wi-Fi ルーター、a t a m、erm、w r 8 1 6 6 n を供給している。2013年7月31日に、 スマートフォン事業の撤退を発表しており、今後は、フィーチャーアーフォン及び、タブレット端末のみの供給となる。PDC 端末例、P203 パナソニック製1997年、ドパ端末例、2881、P パナソニック製1999年略称、P2007 年までの製品の箱の色は、水色。 アナログ時代の自動車電話から三角し、P504i やプロソリッド、i P252i ズなど、薄型、小型端末が得意。1996年から1999年頃までは、同社の製品から、世界最軽量モデルが続出した。携帯電話で初めて 100g を切った P201 では、その軽さが、話題になり、爆発的なヒットを記録した。 2005年11月現在の最軽量モデルも同社から発売された P208 でわずか 57g である。i モードサービスが始まる前は P が一番の人気ブランドであった。フォーマの P2102V 以降はデザインは独自ながら NEC と協業した端末を発売。OS や T9 カメラの CMOS システムを採用しているが 901i 以降は リ i ックスベースの OS を使用している。フォーマの P2102V 以降、プラットフォームが変わったために使い勝手も変わり、同社が行ったアンケートでも、NEC との OS の共通化については不評であった。具体的には、予測漢字変換に切り替えるときにマルチファンクションキーの、下方向のボタンを長押ししなければならないこと、クリアキーが、 他のメーカーと違って、2ボタンの上ではなく、電源ボタンの上にあること、全体的に操作速度が鈍いことなどが挙げられていた。そのため、2005年10月に発売された P701ID から、ボタン配置をより一般的なものにし、少し同社の独自性を持たせたインターフェースを採用している。P902i では、操作レスポンスが、 高速化され、文字入力システムに、PDC 製品の P211i 以降に、採用していた、オムロン、モバイルン用を取り入れた。折りたたみ式携帯電話では唯一、携帯電話ヒンジ部分脇のプッシュボタンを押すと電話が、開く機構を備えている。P900i 以降の機種は、携帯電話のジャケットを、着せ替えが可能で、 オリジナルのジャケットも作成でき、若い年代に特に注目を集めている。自社で開発したカメラの撮像素子ニューメイクバイコンは、CCD の高画質と CMOS センサーの低消費電力を兼ね備えている。また、サントリーの缶コーヒーボスのキャンペーン商品として、ボス仕様の携帯電話を1999年、2000年、2004年、2005年に制作している。 過去に登場した、ボスでは P501IP209EAS P900、IP901I の各機種をそれぞれベースとしており、全体のカラーはゴールドと黒で統一され、待ち受け画像、着信メロディなどもボスオリジナルのものが入っている。p 9 0 1 i a s からは音楽機能の充実を図り、SD オーディオに対応し、P902I からは Bluetooth に対応し、 ワイヤレスで音楽を聴くスタイルを提唱している。また、P900 にーズでは、N900 に IX ハイスピードを除く900に I シリーズで唯一、着歌フルに対応し、P700 に ID では 79C シリーズ発の着歌フル対応端末となった。そして P904I からは、Windows メディアオーディオの DRM に対応し、ドコモの音楽の売りである、ナップスターが、 使用可能になった。また、ワンセグ対応の P901IF、P903IF、P905I、P705I、P905I を開発するなど、ワンセグには力を入れている。最近では、各社が、ワンセグの様々な視聴スタイルを提唱しているが、パナソニックは、P905IF は、フルスライド機構、P905I は、 W オープンスタイルという縦横に開くことができる機構 p 9 0 3 i f と p 9 0 1 i f はスイッチスタイルという画面を90度、180度など様々な角度にして視聴することができる機構を採用している。なお P705I は通常の折りたたみ式を採用している。2007年4月に パナソニック端末発のハイスピード端末の P903iX ハイスピードを発売。またこの端末は携帯電話で初めて Windows メディアビデオの再生に対応しており、フルブラウザ時にサイトにある WMV コーデックのムービーを再生できる。またパソコンテレビやおのコンテンツも再生することができる。2006年に NEC と合弁で、 開発会社アドコアテック及び STMO を設立通信プラットフォームやミドルウェアなどを皮切りに共通開発を始めている。前述の通り STMO は2008年秋に生産されたがアドコアテックは今後も活動を続ける。P703iMU では N703iMU と共に WCDMA 方式の折りたたみ式端末で 当時世界サイウスの厚さ 11.4mm となった。また、P705iMU では N705iMU ともに WCDMA 方式の折りたたみ式端末で世界サイウスの厚さ 9.8mm となった。前述の NEC カシオと同様に今後はフィーチャーフォンのみの供給となる。アクオスショット SH-06A 略称。 sh2007 年までの製品の箱の色は濃、濃紺。もともとは、JFON ソフトバンクモバイル向けの端末が主体で、ドコモには、PHS や、PHS と PDC のデュアルモード機、トッチーものみに止まっていたため、ドコモバイとして参画する。ドコモ携帯向けの本格参入は、ドコモのカメラ付き携帯電話の本格展開開始と、同時期。 本格的な参入時期は 251i、505i、900i シリーズと遅いが、液晶やカメラなどを得意とし、今までドコモのシェアを握っていた NEC とパナソニックを追い抜いた。現在ではドコモ内、ソフトバンク内、および業界内でのシェアがナンバーワン。さらには2006年夏からは AU 向けにも端末を納入した。 2004年3月発売の SH900i では、Word、Excel、PDF のファイルが閲覧可能である。SH700 i 以前は、自社開発の OS を使用していたが、SH900i から、シンビアン OS に変更した。2006年秋、モデルとして、チャクータフル GPS、メガア,イアプリ対応の SH9003i を発売、その後に、 NTT ドコモ向けでは初めてとなる、ワンセグ対応アクオス携帯 SH903F を2007年2月28日に発売した。その他、ドルチェシリーズも販売している。シャープが独自開発した CCD カメラ高画質、処理エンジン、プリピックス搭載し、2009年夏には、CCD1000 万画素、画面サイズ3.3インチ以上の端末に対して、 新ブランドアクオスショットを発表。最先端のカメラ機能とアクオスの高画質液晶技術を取り入れ人気が高い。2011年にはシャープ製スマートフォンから新ブランドアクオスフォーン開発発売。シャープが得意とする高画質、高精細液晶に加え、テンキーボタン搭載スライド式スマートフォンが発売するなど注力している。また、 コラボレーションモデルの実績も多く、SH-06A をベースとした、映画、エヴァンゲリオン新劇場版、派とのコラボレーションモデル、SH-06A ナーブや、アクセサリーブランド Q ポット、とのコラボレーションモデル、SH-04B、SH-01F をベースとした、テレビゲーム、ドラゴンクエストとのコラボレーションモデル、SH-01F ドラゴンクエストなどが、 開発されている。T-01 英略称、T 端末購入時の箱の色はうぐいす色。ドコモ向けは、ドコモバイとして三角していた。TS920 や TS101、TS206 を出していたが、東芝がムーバシリーズでの発売を要望したにもかかわらず、却下されたため同社との関係が悪化し、ドコモから一時撤退する。その後、フォーマ端末の、 T2101V を出す際に、ドコモに再参入するが、他のフォーマ端末と比べて高価だったことや、発売当時のフォーマーエリア網が狭いといったこともあり、売れ行きは不審であった。以後ドコモからは一時撤退し、AU 及び、ソフトバンクモバイル、E モバイル向けを重視する方向へと転換していた。東芝ウェブサイト上の東芝製携帯年表には、 ドコモ端末の記載が一切なく、存在自体がなかったかのような扱いをされている。そんな中、2009年2月3日の日本経済新聞の報道で同年夏にスマートフォンを供給することが明らかになった。東芝、多機能携帯を日曜で強化ドコモに7年ぶり供給へそして2009年6月16日に T-01A を発売し、正式に 再三角を表明した。2010年10月1日に、富士通都新会社、富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社を設立し、東芝の当該部門のみを受け皿とする。ギャラクシー S3SC-06D 略称、SC2009 年11月10日の新端末、発表会で、ドコモプロシリーズから、 Windows モバイル6.5搭載のスマートフォン SC-0HB が発売され新規納入が開始されることが正式発表された2010年2月26日発売開始2010年10月28日には Galaxy シ,シリーズを中心に投入スマートフォンだけでなくタブレット端末も発売しているサムスンはもともと ソフトバンクモバイル向けが中心で、同期も、ソフトバンク X01SC の兄弟機である。しかしサムスンは、X、X01SC 以降ソフトバンクモバイル向けに、新端末の投入を行わなくなり、SC-02B 以降、ドコモ向けの端末供給が主となる。エクスペリア略称、SO2007 年までの製品の箱の色はグレー。当初は、 ソニーとエリクソンがそれぞれドコモ台として参画する。ソニーの主な供給端末は SO101SO5002MSO210i。エリクソンの主な供給端末は ER205ER207ER209i。2001年にソニーとエリクソンの合弁事業に移行した。ジョグダイヤルや予測変換システム、PO ボックスを採用したことによる。 独特の操作体験や、メモリースティックを利用したバイオなど、ソニー製品との連携機能等、他社にはない独自の雰囲気を持ち、固定ファンが多い。なお、s o 5 0 3イ s が唯一、ソニー製のデジタルムーバとして登場している。ソニーエリクソン製の端末では、すでにデジタルムーバブランドとなっていた、SO504i 及び SO210i 以降の端末が該当する。 2004から2005年には、小型ストレートタイプ携帯電話、プリミニ、プリミニ2を発表し話題となった。また、2005年8月に、世界初となる AM、FM、TV チューナー付き携帯、ラジデンを発売した。フォーマにおいてはシャープとシンビアン OS ベースで OS を共通化した。同社発のフォーマ端末で、3メガカメラ搭載の、 第3世代携帯国内最小の s o 9 0に i を2006年3月21日に発売した。さらに、2006年冬、モデルとして、液晶サイズが SH903iF や AU の W44S、ソフトバンク 911SH とともに、当時の携帯電話で最大である3型の SO903i を発売した。 2007年6月22日には、NTT ドコモ向けでは、同社発のワンセグ対応ブラビア携帯 SO903IF を発売。こちらも3型の大型液晶を搭載している。2007年11月には、ジョグや、同社発のフォーマハイスピード対応の SO905I を発売した。これまで、外部メモリは、メモリースティックデュオを採用してきたが、 SO903i では、ミニスドカードとのデュアルスロットに変更され、SO703i、SO903iF、SO905i では、マイクロ SD スロットのみを搭載する。2008年3月、日本国内の携帯電話機市場の法和が進んでいる、ことと端末の開発費の高騰を受け、ドコモ向けの端末供給から、撤退、国内の携帯事業を縮小し、 海外事業に注力する方針と報道された。これに対し日本法人では、見直しを図ることは事実であるが、撤退はしないと報道を否定。同年5月、本部が記者会見にて、ドコモ向けの開発を休止することを明らかにしたと報じられるが、その後、同年10月17日付のニュースリリースで、NTT ドコモ向けの商品化計画については、 開発を含めてビジネスは継続することを明言しており、その後2009年3月に日本経済新聞のインタビューに対して再度、ドコモ向け製品には必ず戻ってくると語っている。2010年1月21日、NTT ドコモは従来のドコモプロシリーズとは異なるスマートフォンのラインナップ。 ドコモスマートフォンを立ち上げ、第1弾として、ソニーエリクソン製のアンドロイド搭載スマートフォン、ドコモスマートフォンエクスペリアを発売することを明らかにした。2010年4月1日発売開始。ソニーエリクソンとしては、SO706i 以来約1年9ヶ月ぶりの、ドコモ向け新端末の投入となる。以後、同社のドコモ向けラインナップは、スマートフォンのみとなっている。 2012年にソニーとエリクソンが合弁を解消、現社名となっている。略称、HW お便りフォトサービス用端末フォトパネル02を納品している。またフォーマー指キタスモジュール、フォーマウム 01HW を2010年度9月に発売を開始した。HW-02C 以降キッズ形態も担当。2012年11月21日には、 ファーウェイとして初の日本国内ローカライズモデルのスマートフォン HW-HE を投入した。略称はなし。2013年9月から iPhone の販売に参入しており iPhone5S と iPhone5C を発売する。これにより iPhone は au ソフトバンクモバイルも含め3キャリアでの販売が行われる。2014年5月には iPad の取り扱いも決定した。NTT ドコモ向け端末供給からの撤退は明言していないものの供給が途絶えているメーカー。略称、ボーイフレンドモバイル Wi-Fi ルーターボーイフレンド -01B より NTT ドコモへ納品を開始している。現在はこの機種のみで2013年に入ってからは発売されていない。カナダのスマートフォンメーカーである リサーチ・インモーションも世界最大シェアのスマートフォンであるブラックベリー端末ブラックベリー 8707H を2006年9月より法人向け限定で発売開始発売当初は英語版であったが翌年7月より日本語版 OS 搭載機を発売している2008年8月より個人向けサービスであるブラックベリーインターネットサービスを開始 2009年2月20日にブラックベリーボールドが発売された。2013年現在は新機種が出ていない。HT-03 英略称、HT 主にスマートフォンを供給している。2006年7月に法人向けに HTCZ を発売後、2008年6月に個人向けに HT1100 を、さらに2008年冬には、 海外で展開している、タッチプロ、タッチダイヤモンドを、それぞれ HT-01A、HT-02A として発売した。また2009年7月には、日本初の Android OS 搭載端末 HT-03A を発売した。しかしそれ以後新機種の投入がなく、ソフトバンクモバイル向けも 001HT を最後に、途絶えており、 現在 HTC は AU にのみ端末を製造している。略称、KY ドコモ向けは、ドコモバイとして参画していたが、後に撤退。主な端末は、KY101、KY201、ダタスコープ4ドコモ。それ以降は、AU と PHS のウィルコム向けに専念する。2008年4月1日に、産業電機の携帯電話事業を継承したメーカー。 また、三洋電機が NTT ドコモ向けに開発していた、車載向け通信モジュール、フォーマ、テレマティクスモジュールを2009年2月以降に発売することを発表した。その後、2018年の秋冬、モデルとして、ドコモでは、ダタスコープ4ドコモ以来20年ぶりの京セラ自社開発機種となるカード形態を発売した。略称。 R 端末購入時の箱の色は赤紫色。アナログ時代のムーバー R から三角していた。R692i まで出したが、2005年現在、ドコモの商品一覧から消える。放送局の送信機や、業務用、プロ用の無線機の専門会社であり、遊び心はないが、感度や耐久性はあった。現在はウィルコム向けのみ供給している。R は、 旧社名称、ジャパン、r a d ィ o c o Limited から。略称、個携帯電話普及の比較的早い時期に、ドコモバイ端末として発売していたが、カラー液晶や、i モードが、主流になり始め、個 210i を最後に、一般ユーザー向け携帯電話事業からは撤退。2002年1月からは、業務用組み込み機器向けのドパモバイルアーク9601。 小屋フォーマ指キタスモジュールを製造販売している。なお、親会社の日立製作所はドコモ向けの端末は製造せず、DDI セルラーグループ、日本移動通信向けのみ製造していた。NTT ドコモ向け端末供給からの撤退を、名言及び携帯電話事業から撤退したメーカー。D905 愛三菱電気製2007年略称。 D2007 年までの製品の箱の色はピンク。アナログ時代の自動車電話から三角し、フリップ型を得意とした。フリップがついているためそれほど軽くはなかったものの、ボタンが隠れているために携帯時に誤動作が起きにくかったり見た目もスマートだったため、根強い人気があった。カラーバリエーションによってデザインを変更していたモデルもあった。その後、横取りスタイルで、 デジタルカメラのように撮影可能なスピンアイ構造やスライド型が主流となり D903i では女性を意識した色を投入した D702F では女性の外見を綺麗に見せるデザインマーキスラインを初めて携帯電話に使用した漢字変換には D503i 以降の p d c 製品とフォーマド 900i と D902i 以降の第3世代フォーマは ATOC を搭載している。音楽機能を強化した小型携帯電話、MUSIC p o t タ r が発売されている。フォーマにおいては、富士通と 901i 以降 OS を共通化している。そのため2005年発売の商品で、A、ATOC 採用を見送っていたが、2005年11月に発売された D902i から、再び ATOC が採用された。 外部メモリーも、規格端末を除くシンビアン OS 採用製品は、D900 ニーズまでは、F シリーズと同じミニスドカード、D903i 以降はマイクロ SD で、その他の製品は、メモリースティックデュオである。D903i から 90X シリーズで、NTT ドコモ端末としては珍しく、FM ラジオの受信及び放送中の曲がサーチできる、端末を発売している。 2007年2月16日には、同社発の厚さ 19.8mm の薄型スライド式ワンセグ対応端末 D903IF を発売。フォーマでは、珍しいスライド端末やストレート端末、2画面端末など、個性的な端末を多く開発していた。そして D904i では、モーションコントロールセンサーを採用しており、 ビデオクリップや直感ゲーム時に力を発揮する。2008年3月3日、携帯電話端末の開発、生産からの撤退を表明。同年5月には D906i の発売を予定していたが、取りやめとなった。同社の携帯電話は D705iD705iMU が最後となった。撤退の要因は、販売不振であるが、その理由は、末期には、 スライド式とストレート式しか納入しておらず一部のユーザーにしか受け入れられず、販売不振につながった。とのこと。なお、同社端末の特徴の一つでもあった、回転型十字、キー、スピードセレクターについては P-02A など、パナソニック製の端末の一部に受け継がれており、三菱電機からパナソニックに対し、スピードセレクターの商標の使用権と、 技術、ノウハウが供与されている。なお、衛星電話のワイドスターは引き続き生産している。逆称、で端末購入時の箱の色は大々色。ドコモ向けは、ドコモバイとして三角していたが、後に撤退。主な端末は、で207。オリジナルキャラクター等の飾り気のない仕上がりだった。自動車電話デジタルカーホニー208ハイパーは、 近年まで細々とではあるが生産していた。略称、M 端末購入時の箱の色は、濃水色。マイクロタックと同じボディを採用した、TZ-821BMT-811、型のデジタルムーバ M や、M101 を出すも、ドコモ向けからは一時撤退し、長年にわたって、ドコモ向け製品を出していなかった。2005年に、 ビジネスマン向けフォーマー機 M1000 を発表した。形状は小型の PDA で操作はタッチペンで行う。こちらの機種はドコモ発のフルブラウザ内蔵型機種であるが、i モード非対応である。また、2006年12月14日には、その当時、フォーマサイウス厚さ1 4 9ト、mm、ルの M700 ニーズを発売。2006年12月22日には、 国際ローミングサービスに対応した m 7 0ーグを発売。ちなみに m 7 0ーズのイメージキャラクターがベッカムということも有名。2007年以降は i モード公式サイトのコンテンツ削減を行うなど徐々に縮小させ2009年2月27日をもって日本国内向け携帯電話のサポートを終了。一部ソフトウェアの対応を除き撤退した。 略称、ナノメートル2007年までの製品の箱の色は、シアン。ナノメートル101、ナノメートル157、ナノメートル206、ナノメートル207、ナノメートル 502i 以降供給を中止していたが、2006年2月に、ナノメートル850イグで、供給再開。2008年3月には、ノキア発の7シリーズである、ナノメートル 705i が発売。 ドコモ側からサービスや機能に制限をかけられるため性能はムーバ 2XX 系ほどである。2008年11月にドコモから MVNO により通信回線を借り受け、富裕層向け携帯電話ブランドとしてビルトゥを日本国内で展開することを発表している。一方で同年11月27日に日本市場における一般向け端末供給から 撤退することを発表しており、当初、ドコモ向けに発売が予定されていた、ノキアイ、e、71も発売が中止されている。略称、SA 端末購入時の箱の色は小豆色。米国クアルコム製のレックス OS をベースとした OS を採用する、国内では唯一のメーカー。AU 向けが主体。ドコモ向けは当初は、ドコモバイとして、SA101 より三角。 1999年以降からドコモ向け製品を出していなかったが2005年6月の報道にてフォーマ端末を開発中であることが明らかになり10月1日に s a 7 0 0イズが発売されたこの製品はドコモの製品としては珍しくベースバンドチップが au の製品にも搭載されている米国クアルコム製であり アプリケーションのプラットフォームもブルーベースで展開されている。そのあたりが関与しているのか、文字入力やその他の操作時のレスポンスはかなり早いと評判であり、au で培った GPS など今までのドコモ端末とは一味違った端末に仕上がっている。さらに2006年夏には当時のドコモでは 珍しい GPS 機能とラジオ機能を備えた SA702i を発売した。また、キッズ形態 SA800i を開発している。しかし、その後はドコモ向けの端末を出していない。キッズ形態の第2弾は富士通から出ており、ドコモ向けからは事実上撤退したと考えられる。2008年1月21日に、他のキャリア向けと同様、 山陽電機の携帯電話部門を京セラに売却することが決定し、4月1日付で京セラに事業を承継した。山陽電機製の他、キャリア向け端末と同様にサポートは継続している。ありがとうございます。